はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。お元気でしょうか。自分のね、幸せな時間っていろいろとあると思いますが、何でしょうか。まあ人によっては全然違うけどね。冬の間のお風呂とか、手足がすごく冷えてて、まあそれも自分でさ、自覚しててさ、で、ね、入った瞬間、あーってなるし、あとお風呂に入った後の布団に入るとかね、まあすぐに入ったらいけないっていう話もあるけど、そのもうすごく熱々な状態じゃん、お風呂入った後で、で風邪ひいちゃうんだって。入った後にすぐにはお布団に入って、そうすると結構なんか布団の中がさ、すごく熱くなって汗をかいてしまう状態になるんで、うん、っていう話を聞いた。そうそう、で冬はね、加湿器をガンガンに炊くっていうのもいいかもしれないけどね、うん、まあ湿気がすごくすごい状態で寝るっていうのもなかなかないけど、まあまああれだね、その本当に簡易的な300円ぐらいで売ってるさ、100均とかで、あと3COINS か、そういうところで売ってるような300円、500円で売ってるようなやつも結構ね、本当に簡易的なものだけど良かったりする、うん、私のはね、まあ、本当に簡易的な、ちょくちょくショート動画で見てると思うんですけど、うん、あれもね結構力を発揮してますね。完全にその喉を潤すぐらいの力かっていうとそうでもないんだけど、うん、だけどなんかそのパソコン周りでなんかやっている時とか、テーブルとかそういうところでお仕事をねされている時になんかは、うん、すごくいいですよ。ただね、ちょっとその簡易的なものだから水の量がね、300ミリとか300ミリリットルぐらいしか、まあ、入らないんで2、3時間ぐらいしか使えなかったりとかするんですよね、うん、その都度こう入れたりとかしなきゃいけないんでちょっと大変かなっていうのはありますけど、まあまあね、そういうのもあるよね。あと寝るときか。ただ寝ようと思って布団に入るけどなかなか寝つけないっていうときはちょっと辛いかなとは思いますね。あとご飯とかも、うん、自分が美味しいと思うものを食べたときとかね、うん、まあ、仕事でもね、やってて幸せだなって思う方もいらっしゃるだろうし、その趣味の時間とかも幸せだなと思う人もいるだろうし、うん、まあね、どうなんでしょうかね、人それぞれですからね。はい、ちょっと短いですけど以上です。